失う過去から自我の幻覚で悩んで生きてきたんだから、なかなかこれ大変立ちが悪いんですよ。はい、直せますって言ったら直せるもんだったらね。だから仏道そのものが自我の錯覚をなくす目的であるんだから、これすごいプロセスでしょ。この膨大な仏教の目的は自我の錯覚を脳から取り除くこと。だから軽く見ない方がいいんですよ。あの自我が良くない悪いと知ったっても、でも自分をその錯覚が攻撃するんですね。ですからこの着々と減らしていくんですね、その錯覚を。失敗するたびに、あ、これは時間だから、まあ、これはやらない方がいいやとかね。で、自分が字が張るたびに不幸になっていくんですね。それ、愛しいチェックしてて、なんでこれはうまくいかなかった、やっぱり私字が張ったんだから。なんで私今、太くて悩んでいるんですか、やっぱり字が張ったんだからって言って、そういう時、そういう時、自分の自我が割り込んで牙を見たことを発見していくんですね。そうやってくると、まあ、いくらか弱くなって弱くなっていくんですね。で、もう一つは、この、自我張るのは本当に情けない、だらしない、どうにもならない、もう、あまりにも空っぽな人間たちなんですね。だからいかに自分が空っぽでろくでもない人格者、人格かと、あれを見るインデックスというか、あの針は自我なんです。自我が張るほど張れば張るほど、その人はろくでもない人間なんです。自分通してすごく虚しく空っぽく、なんか不安でたまれない、何の自信もない性格なんですね。だから各自で胸に手を当てて調べてください。自分には何の中身もないとどうしても胸に張りたくなっちゃうんですね。それで中身のある人間であればあるほどすごく落ち着いて、ものすごく謙虚になるんです。だから各自でそれは自己観察しなくちゃいけないんですね。自分がどの程度で自我張ってるのかって言ったら、そのこれぐらい自我張ってるんだと。他の人に喋る余地もあげないで自分が一方的にしゃべるということは徹底的に不安な人。全く自信がない人は、そういうふうに観察すると、これまずいと気づく可能性ありますね。だから中身のある人間になればなるほど自我張る必要はなくなっちゃう。ですから中身のある人間になる一番いいことっていうのは思考なんですね。だから全部思考の問題ですからね。ですからこの思考を気をつけた方がいいんですね。汚いことを考えない、人々の悪いところを考えない、もうだからせっかいおせっかいやかなくても、頭の中でねずっとやってる場合やるでしょう。口で言わなくてもね。で、それっていうのはものすごい自我なんですね。で、私はもっと大きい人間やと。こんな、もう顕微鏡で見たって見えないぐらい小さい人間じゃないんだと。だから、小さければ小さいほど、もう、おっかないんですね、向こう周りは。そうすると、あなたはこうするべ、あなたはこうするべ、なんでそんなことやるのか、えらいことをおせっかい。
焼いてしまうんです。だから大きい人間がまあまあいいじゃないですかっていうことで大らかなんですね。だから今日は電車に乗っていた時ね、ちっちゃなおばあちゃんがいて、で突然ものすごいでっかい声でキャーッと言うんですね。泣くんじゃなくて、なんか動物みたいなものすごい嫌な声出すんですね。で私はこの声聞いて面白くて、もう笑いを止まるのはなかなか大変でしたけど、私にとってはものすごい可愛くて面白いんですね。突然ものすごい嫌な声出すんですね。動物の声なんですね。でそれから何こんな顔を顔せてるんですね。でその子は何とか機嫌が悪いんですね。機嫌が悪くて、もうお母さんともうと戦っているところなんで、お母さんもどうしよう、お母さんの顔見たからで若い女性で、まあ、どうしようもなく子供抱っこいたままでいろいろ頑張ってますけど、その人たちが考えてるのはね、で私が見た目で見たならばやっぱり子供って面白いやと、こいつをやってるよといきなりとんでもない顔で泣き叫んじゃうんだと、そうやってだからそういうふうに見るとものすごく面白くて可愛いと、もう自分が笑ってしまうんですね。だから子供ですからね。しかし、ああなんだことかと、なんでその子は静かに出てくれないのかと、また電車に降りるまでまたもう2、3分、4分もあるんだからどうしようかっていうふうにお母さん困っちゃうと、お母さんの人格小さくなってるんですね。弱くなってるんですね。そうするとすごくストレス溜まったりする。だから母親だから見せないんだけど、やっぱり叫んでほしくないとかね、泣いてほしくないとかねっていう気持ちがあるんですから、そちらも怒りが入るんですよ。だから気温の悪い例見ながら考えたら、やっぱり大らかで、まあまあそんなもんやと、泣いてければどうぞ泣いてくださいとあんた方どうしたって泣く連中だからね、あと5分待てていたって分かるわけないでしょという感じでいられれば、ちょっと自分の立場が大きいでしょ。だからこの頭の中でこのあの人この人なんであんなことやる、こうやるべき、ああやるべきと考える場合は、やっぱり自分の人格が小さいんですね。ですからこの思考に気をつけてください。頭の中ででも人々やってることをうのんと考えません。まあいいんじゃないか、そんなの手に関係できるものでもないし、みんな自由でしょ、気にしないという思考に入れられる。そんな気にしません。どうと言ったってもやってくれるわけじゃないし、人間が何でそのままからそれすればみんな勝手でしょうし、余計なことは感じません。余計なものに、もう、なんて言いますか、数千パチの、数千パチの人に手を入れる必要はないでしょう。放っておけばいいでしょう。まあ、そうすると街の住んだら聞いて、それ蹴ったりついちゃうとね、蹴って過ごしちゃったよと喜ぶと、もう自分が死んでますけどね、刺されて。だからそういうふうにこのちょっと広い大きい人格者になっていくと、自分がまた減っていくわけですね。だから思考に気をつける、できるだけブッダの教えをね、本とか読んで自分でそういうことを考えてみてください。なんか考える方々見るみたいで全部ヘリクスでも逆さまに考えたり思想まで行きますけどね、そういうヘリクスのアホな考えではなくて、ちゃんと論理的に書いてます。
本とかは。日本の皆様に分かりやすく読むためにできるだけレベルは下げてますけど、仏教そのものはね、直接言ってもね、結構難しいんですから、で分かりやすく書いてるんですから、自分でも考えられますね、内容にする。ですから考えるときのポイントは、これは、そのサルという人間が言ってるかもしれませんがけど、でも私は全部受け入れだからね、お釈迦様は。仏家に言われたことだから、これは間違いはずがないんだと。そういう方向で考えてほしいんですね。そうすると、間違いはずがないんだけど、どうも私が納得わからないと言ったら、質問する。そちらに必要なデータをちゃんとあげます。で、初めからもう、潰してやるぞと考えちゃうと、本人の頭がいかれてるだけ。運転に逆らうことは、これ、不可能です。そういうふうに、この、できるだけ、この、仏教とか学んで、そういう、普通に妄想するという時間を、そういうことを考えたりすると、結構、自我が、もう、弱くなっている。だから思考の管理ですね、自我をなくすために必要なのは一緒でも、明るい思考ということ、人を思うこと、うんうんと考えません。気持ちは、放っておきますので。どうしてもこういう人に対する悪い思考がね、自我の思考が頭の中で回転すると、この、こそが自分で駆け回しているんだと思っている。まあ、私の頭の中でこそはずっと書き回してるんだ。そういうふうに思っちゃうとすぐなくなるでしょ。あ、これ自動的にはこれはやらない方がいいやと。そういう感じで、まあ、ゆっくりとこの自我の錯覚なんですね。妄想、幻覚です。そこから解放していくと思います。はい、以上。